竹内さんが十種競技で一番得意なのは何でしょうかだって。また苦手は何でしょうか。得意なのは 100m、400m。 苦手なのは砲丸投げと槍投げがやっぱり、まあ、ほとんど練習しなかったんで、はい、そこ練習しておくメリットよりも他8種目をやっぱり伸ばすっていうことを、まあ、スピードを伸ばすっていうことにフォーカスしてたんで、まあ、スピードで技術系、その投擲の技術系っていうのを磨かないっていうことを、まあ、良しとしてたんで、まあ、そこの練習、円盤砲丸槍に関しては円盤は少し練習しましたけど、回転系だからやっぱ練習しないとファールしちゃうんで、ちょっと投げる練習しましたけど、砲丸槍はほとんどやってないんで練習、うん、ハイジャーもほとんどやったことないし、幅跳びも本当に本気で練習で本当に跳躍練習なんて幅跳び着地までやったことほとんどないから、まあ、助走合わせるだけの練習は何度かしたことあるけど、十種競技やってるうちに技術練習ほとんどやってないんで、俺は技術系が弱いですね。だけどその分やっぱりフィジカル鍛えてたんで、うん、まあ、100とか400、1500あたりは今の世界的な選手と比べてもそんなに毛を取らないレベルになってたんで、まあ、当時は100、400が僕の記録は日本記録で、1500は歴代2位だったんで、もうその3種目でこっそり稼いで他の選手が焦るっていう、でミスってしたところを俺が突っつくっていう試合でしたね。